どうもこんにちは、アイルです。はわわわわ、わ。今回は海の妖精ウェクッキーを使っていくよ。誰？打ち間違いスパイラル。海の妖精は一見強いと思われがちだったり、弱いと思われがちだけど、実際は強いし弱いよ。これもう何言ってるかわかんねえな。タイムキーパーや玉蓮と比べると弱いけど、過去クッキーの中では強い方ってことだよ。だから育てるのはおすすめしません。こういう情報も発信していくべきなのね。先生を見てほしくて載せた動画で、強さがどうなのかわかんないって言われてへこんだからね。海の妖精は弱いから育てなくていいよ。それで今回は最新クッキー波のスコア、6億5000万点出せたから動画にしたよ。さっき弱いって言ったのにすぐこれだよ。意地悪コメントしてくる人に意地悪してるんだぜ。でも普通に同じ労力でタイムキーパー育てられるんだし、大幅にスコア下回る海の妖精育てる必要なくない？今海の妖精育てるのは海の妖精が好きな人くらいね。ちなみにさっきパプリカとかみかんの皮とか乗ったピザ食べたけど、なんとか食べれたからピザってすごい。じゃあ海の妖精について解説していくよ。海の妖精はクッキー能力クールタイムが短めで、雨能力で一定時間ごとにスコア生成と回復をして、ペットが回復で、能力の速度が速くて、長い距離を走れて走る時間も長めだよ。スコア以外のスペックは最強クラスです。でもスコアが大事なこのゲームではスコア出せないだけで使われないんだぜ。何回割れた意地悪コメントが頭の中でぐるぐるして鬱陶しいからもう忘れるんだぜ。意地悪は良くないけど、意地悪したくなる人間になったことがかわいそうだよね。海は広いので海を見よう。それで海妖精の能力は高速ダッシュとも重複するし、使ってて楽しいクッキーではあるんだな。そして宝物編成だけど、レジェンドのみの編成でみんなスーパー磁力持ちなのでコンパスは抜き、ロールケーキ以外は距離系宝物で埋めてみたよ。ドラフルも距離稼げる子だし相性は抜群。虹クマも引き寄せてくれるから何も考えなくてよっていいな。そうやってぼーっとしてるとボナタイでミスるんだよね。でも久しぶりの海妖精はやっぱり最高。扱いやすさがレジェンド随一。他の子はって強いからな。そんな海妖精もバトン子で使おうとするとって強いからね。いつかバトン子で使える編成も見つけたい。それでさっき棒読みちゃんに読ませたら面白い文章をゆっくりに読んでもらおうとして打ち込んでみたんだけど、読み上げる仕様が違うみたいでうまくいかなかったのよね。致し方なし。あ、今回の編成がいいなと思った方はグッドボタン押してね。編成自分で考えてるから編成褒められると嬉しい。でも今回のは王道っぽさあるかな。レジェンドの特殊編成も探してみていいかも。過去クッキーはスコア伸びないからちょっと休憩。やっぱりスコア出せる方が楽しい。それでふとした時にスコアを抽出して何を取ったらどれくらい増えるかとか見るときあるんだけど、アイスクマゼリー機体はどこもすごいね。黄色のクマゼリーの2倍くらいある気がするよ。実際はそんなにないだろうけどね。最近また腰に違和感あるんだよね。以前に腰について言及しまくってたのいつくらいだっけ。アイルといえばぬるぬると腰。その2つを並べるとなんだか卑猥な感じがする。卑猥は卑猥説の略だから卑猥じゃないんだぜ。それで一旦暖かくなってまた少し肌寒くなってるけど、この季節の変わり目特有の気温差に体がやられるんだよね。そして今しか味わえない布団の心地よさがある。こたつもなんだぜ。足先だけ冷えてて体はぬくい時に入るこたつ、少しつけてすぐ消すこたつ、そこに不正を感じてしまいます。では今回の海の妖精にかけて海のお話をしよう。海は溺れかけた経験と流されかけた経験があるから嫌いだよ。でもこれ嫌いっていうよりトラウマがあるだけなんだよね。自分のそういう曖昧な感情をはっきりと好きとか嫌いって言葉にしちゃうと、本当はそう思ってなくてもその言葉に引っ張られちゃうことあるからやめようね。つまり海嫌いだなって思ったけどトラウマあるだけで別に海は好きかもしれない。海は綺麗だからいいんだぜ。海が綺麗な場所で育つと綺麗な人になれそう。でも基本人が住む周りの海はドス黒いからね。近所に海がある人は見に行ってみるといいよ。思ったより汚く黒いからね。でもそれはそれで雄大な感じがしていいのよね。泡出てるのはもう人間へって感じだけど、ただただ藍色なのは見てると恐怖に引っ込まれそうですごい感覚なんだぜ。堤防の上に立って海のめちゃ強い風を浴びながら足を踏み外したら死ぬんだろうなって考えるのがいい。ちなみに自転車こいでる途中海の風をもろに受ける。橋渡ってたら普通に吹っ飛ばされそうになった。故障なしで海の風はヤバい。一人くらいなら飛んでいくよ。あれセルフ鳥人間になれるよ。それで橋の真ん中行ったらガチでヤバいと思って引っ返して歩いて渡ったんだけど、足がぐずるだったからね。海に近い川にかかる橋だったから下に流れる水ももう海なのよ。しかも橋もどこか頼りなくて落ちたら死ぬって思いながら渡った思い出。あの日は単純に風が強くて怖かった。海の風はどこか怖い。でも昔は風強い時に自転車こいでたら歌ったりしてたのに、最近は歌ったら誰かに録音されて晒されるんじゃって思って歌えなくなった。恥ずかしいことをどんどんできなくなるよ。昔から恥ずかしがり屋だったけど、それを強制されることなくからかわれ続けたからね。悪化して歪んでどうしようもなくなったね。年を重ねるたびに継続的に悪化して思春期に歪む。これはどんなこともそうじゃないかしら。全てのコンプレックスに当てはまりそう。歌ったところで何もないし、下手なの事実だからバカにされたりフォローされたりするだけだろうけど、コンプレックスって何なんだろうね。一種の尊厳よね。尊厳は大事にすべきらしいから、別にコンプレックスあってもいいと思うよ。海外では周囲に人がいる中で説教したら殺されても文句言えないらしいんだぜ。やりすぎだとは思うけど一理あるとも思うよ。そういうことの積み重ねで尊厳が歪まされて歪んだ大人になるんだ。だから褒めて伸ばしたいよね。グレートって言ってディアッカかな。そんなわけで楽しい海妖精先生でした。グッドボタンよろしくね。最後まで見てくれてありがとう。それではまた明日の動画で。もし。バイバイ。またねー。